青コーナーよりエンブレム田中雅人入場。さあ、不死身のタフガイであります、この男、弾丸戦士田中雅人が入場してまいります。赤コーナーよりゼロワンザ・プレデター入場。さあ、今によみがえった鳥獣ザ・プレデターが鎖をぶん回しながら入場してまいりました。プレデター、シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。田中、青コーナーエンブレム田中、173センチ、108キロ、田中、田中マサト、田中プレデター、赤コーナープレデター、ゼロファン200センチ、150センチ、ザシスケ、プレデター。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。カウンターで切り返してまいります。チョップであります。逆水平、組みに行きます。リング下に落とします。リング下に降ります。バックドロップの体勢、耐えます。蹴りを見舞ってまいります。わっ、お気をつけください。掴んだ、ヘッドバット、腰を落とします。させません。リング内に戻ります。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だから、いかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。そうだったんですか。切り返します。組み合います。豪快であります。ネックハンギングツリー、ロープに逃れました。行くのか、ロープに振った、 DDT で切り返します。現代によみがえった鳥獣として一気にブレイクしてまいりました、ザ・プレデター。あの元祖鳥獣を彷彿とさせる暴れっぷりはまさにキングコング。理性を失った暴走モンスターはとどまることを知りません。カイナ力で締め上げてまいります。張ってまいります。エルボーを入れていきます。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージがあると思いますよ。こうやってね、一点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。あっと、エルボー掴みます。クラシカルな技を繰り出してまいります。肘を打ち込んでまいります。膝を殺してまいります。ボールに入ります。
ホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もホールされるときついですよ。あ、スタミナをロスするわけですね。起こしてまいります。エルボー、ロックアップ、逆に投げてまいります。引き起こします。ブレンバスターから前に落とします。おっと、チョーク攻撃であります。チョップが唸ってまいります。抱えます。打たせません。腰を落とします。カナディアンで担ぎ上げます。抱えます。アルゼンチンで担ぎ上げます。ちょっと強烈、あっと逆に切り返した。いけるか、あっと逆にパンチ、組み合った、あっと投げていった。ストンピング強烈、首根っこを掴んだ。エルボー打ち込む、引っこ抜きか、バックブリーカーで締め上げる。岸壁の母の胸に抱かれました。首根っこを掴む、そのまま叩きつけていった。立たせていく、喉割り捉えた。ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。頭を掴んでショートレンジ気味のラリアット、抱き起こす。抜くのか、カナディアンで担ぎ上げた。ロープブレイク、蹴っていった、エルボーを入れていく。キック強烈、ガチッと組み合った、ロープに振った。ラリアット、ラリアット、トップロープを奪う。陣頭に漂着してしまった。ギロチンドロップ、強烈。10分経過。掴んだ。10 minutes gone。フロントキック。腕をフックした。あっと、ファルコンだ。ここからは大技を2、3発持っていきたいですよね。いけるか。コーナーに振って。さあ首をかっきった。これで決まったか。ロープに逃れました。ラリアット至近距離、リバースバイパーで締め上げていった。ここでロープブレイク、あー脳天2だか。起こした、組み合った、リアリティチェック、首から落下式、カウント 2.98、 これでも決まりません。小股に挟んだハンマーパンチ強烈、腰を落とす、エルボー強烈、これは強烈ですね。そうですね、ガチッと組み合った、巻き投げで切り返した、小脇に抱えた、このドロップが悲鳴を上げる、バックドロップ。奥歯を噛みしめた、コンプリートダスト、強烈顔面砕き、カバーした。